さらに5月21日から J リーグボールが変わっています。カタールワールドカップの公式試合球でにもなります。ルーカスとの細かいパス回し、金子も絡んでいく。さて古賀対応、三つ丸2人でボールを奪います。あと福森がファールになりました。まあ、今確かに狭い可能性が高い左足の方にね、足の裏で、まあ、アタックしてるんですよね。はい、結果カード、あっと赤になりました。レッドカード、前半8分福森退場になりました。ボールサイドで数的有利作りたいですよね。三つ丸のクロス、こぼれて細谷のシュート、また中村とへ、後ろから決まった、高橋裕二。出したディフェンスに当たったんですよね、最後おそらく菅選手ですかね、はい、それによって最後コース変わった。マテウスサビをワンツーで抜けてくる、ね、さあここでルーカスをかわして大南クロス、小山津、後ろから細谷、決まった、今シーズン5点目。細谷が奪って小山津へ、マテウスサビオの前が空いた、ゴールキーパーと一対一、マテウスサビオのシュートが決まった、大きな大きな3点目。足元少し深く入りました。まだサビオが持って、小山津切り返してシュート、4点目。三つ丸ドッジ、もう一度三つ丸ワンツーで2人で組み立てていきます。斜めに入って森倒れて、あ、これは笛が鳴って PK だ。ペナルティースポット、岡部主審刺しました。 PK を獲得した森、決まりました。あ、今森が抜けていく、森中にマスかけ、森はどうする、自らシュートを打っていた、決まった。肩など、まあ、ディフェンスの基礎的な部分ですよね。はい、ドーグラス・オリベイラ、青木左足のシュート、決まった。札幌がようやく1点を返しました。新野、斜めに入れてドーグラス・オリベイラに取る。あ、そして札幌はここで小野伸二が準備をしています。斜めに出てきてマスカケ、ゴールキーパーと1対1になる、マスカケ、マスカケのシュートが決まった。 J1 リーグ初ゴール、サポーターの前でガッツポーズ。リーガンカップではゴールだったマスカケ。右変わった川口が上がっていきますが、ここで長い笛、試合終了。柏レイソル連戦の中、アウェー、この札幌の地で4試合ぶりの勝利。